リニューアル前の駅舎構内阿蘇駅は、熊本県阿蘇市黒川にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。阿蘇市の中心に位置する駅で、七つ星員、九州や特急列車を含め、全列車が停車する。かつては、阿蘇駅弁が高菜を使った弁当を販売していた。現在も、別種の駅弁が作られているが、車内販売のみである。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは校内踏切で連絡している。国鉄末期 JR 初期は交換設備が撤去され1面1線で運用していた頃があった。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅でマルスはないがポス端末が設置されている。駅レンタカー営業所がある。ラクチャリ設置駅。 2013年10月より運行を開始した団体専用列車7つ星ン九州の停車駅である。また7つ星ン九州の運行開始と同時に同列車の利用客に朝食を提供するレストラン火星が2番乗り場ホーム上にオープンした。また、駅構内には参考バス阿蘇営業所の事務所も併設され、バスの待合施設や案内窓口、 自動券売機なども設置されており、阿蘇市内より発着する路線バスの結節点としたバスターミナルとしての機能も持っている。ここからは、阿蘇市内やその周辺並びに小国町へ向かう一般路線バスをはじめ、大分業、別府業、阿蘇定期観光バス、阿蘇山登山バス、熊本業など多くのバスが発着している。駅舎内には観光案内所と食堂がある。 ありがとうございます。